はい、こんにちは。今日なんですけれども、新しいプロテインが来たので、レビューしていきたいと思います。プロテインの案件ありがとうございます。おう！久しぶりにですね、Dさんちょっと案件をいただきまして、それが今回プロテインの案件だったので、レビューの方していきたいと思います。で、普段ね、俺が飲んでるようなプロテインとはちょっと違うようなプロテインなので、Dさんね、非常に楽しみにしておりますので、しっかりとレビューしていきたいと思います。今日レビューするプロテインはこちらでございます。スターシードパワーシェイクでございます。完全に初めてのプロテインでして、ちょっとね、 D さんこれ見た感じだと意識高い系さんのプロテインかなと思いました。これちょっと特徴的なんですけれども、オメガ3が 1.5g 入っております。まあオメガ3っていうのは EPA DHA ってことで、まあオメガ3っていうのは美容にもいいけれども、まあ心臓の病気のリスクを低下してくれたりとか、リウマチのリスクを低下してくれたりとか、まあそういうような研究の結果もあるみたいですけれども、実際のところはどうなんでしょうか。で、次にですね、こちら、オメガ3以外にですね、オメガ6も入っているような形になってます。すごく簡単に言うと、まあ血中のコレステロール濃度を下げてくれたりとかしてくれるので、健康的にもいいプロテインなんじゃないですか。ちょっと煽り方が雑だね。いいんじゃないですか。ちょっと雑だね、すいません。人間の体内では作ることのできない脂肪酸が入っている、まあ、プロテインとなっております。気になる成分はこんな感じです。パサついてんな。はい、気になる成分はこんな感じです。カロリーが150キロカロリーで、トータルファット 3.5、オメガ3が 1.5g とオメガ6が 1.0 というような形です。で、トータルカーボが14なんですけれども、 7g がファイバー、残りの 7g がシュガー、タンパク質は 20g ということなので、まあ普通のプロテインと同じぐらいのタンパク質量は取れるみたいですね。飲んでいきたいと思います。開けるとこんな感じで、おお、なんかここにこだわってるの珍しいね。スターシード、スターシード、スターシードみたいな感じで書いておりますけれども、なんかあの時のグッチみたいな感じで、すごくブランドロゴを押しておりますね。はい、何気に細かいところにこだわってんな。こことかね、これとか、ほら、いつもだったらさ金魚すくい状態になっちゃうんだけども、これここがちゃんとあるから、こういう感じで普通に簡単に取れる感じになってるね。あ、これはプラスでございます。よいしょ、ポイントニーヒューストン。いや、粉が飛ぶわ。で、開けるとこういう感じでございますね。はい、きなこにすごく似てます。はい、もう見た瞬間きなこやんって思っちゃいました。こんな感じです。はぁ、今まで嗅いだことがない香りだな、このプロテインは。これ冗談抜きでこの香りすごい好き。どんな香りかというと、これパッと思い浮かんだのが信玄餅の香りがする。うん、信玄餅の香りがします。香りいいです。俺ね、案件あんまり褒めないんだけど、どうだろう、ちょっと褒めてんね、今。感じです。いきます。もこみ2スクープですね、こちら。2スクープ入れます。はい、じゃあいきます。ファーストシェイク。はい。あー、溶け早いな。溶けはすごく早いですね。ダマはなくて、溶けはすごく早いです。あー、やっぱり信玄餅をちょっと薄くした、なんかソイ寄りの香りがしますね。いきます、実食いただきます。あー、なるほど、意識が高い。はい、てことで全体的に少し粉っぽい、最初から最後までちょっとその粉の感じ、まあソイとか、これですね、あのビーガンの人も飲めるような、まあビーガンプロテインになっているので、まあビーガンのプロテインとかになるとやっぱりちょっと粉っぽさが来るんですよ。前に飲んだカリフォルニアゴールドニュートリションのソイプロテインよりは比較的飲みやすいかなというような形です。まあグルテンフリーで今 USA オーガニックってことなので、もう完全にその健康志向の方、肉食生活とかをちょっと避けている方、まあビーガンの生活、そういう方におすすめなプロテインなんだと思います。うん、普通の人が飲むには
やっぱりホエーの方が少し飲みやすいと思います。たくさんいろんなフレーバーがついているし、あとは粉っぽさとかも少ないのがホエープロテインの特徴なので、飲みやすいのはどちらかというとホエープロテインなんですけれども、まあ、ビーガンの方とか肉食生活を避けている方とか、まあ、オーガニック志向の方は今まで飲んだビーガンプロテインの中では比較的飲みやすい部類に入ります。うん、最近肉食もうジャンク詰めまくりだから、本当に久しぶりにこんな体にいいようなプロテイン飲みました。はい、なんか懐かしいわ、この俺がこうロハスな生活した時が懐かしい、蘇ってきた。はい、ということで、今日はですね、こちらスターシードパワーシェイクをレビューいたしました。まあ、ちょっとね意識が高い感じのプロテインになってます。まあ、グルテンフリーは他のプロテインでもありますけれども、やっぱり、オーガニック志向、あとはビーガンの人でも飲めるようなプロテインになってるので、ビーガンプロテイン特有の、まあ、ちょっと粉っぽさはあるんですけれども、そういうようなオーガニックの生活を意識している方には、オメガ3とかオメガ6も入っているので、まあ、悪くはないかなと思います。タンパク質も 20g 入っているので、マクロ的にはまあ悪くないかなと思います。まあ、ただ食物繊維が 7g 入っているとしても、シュガーが 7g 入っているので、そこは注意して飲むようにしてくださいっていうことです。うん、なんかねヨギーになりそう、鶴太郎になりそう、うん、そんな感じの味です。それでは、step in.